最後は男女の子供への愛情の違いという話をして終わりにしよう。実は子供への愛は父よりも母の方が強い。確かにそんな気がしますね。なぜかわかるか？自分がお腹を痛めて産んだからですかね。惜しいな。母親の方が愛が強い理由は、母親の子供は 100% 自分の子供だからだ。逆に父親は 100% 自分の子供であるという保証がない。え？他の男と浮気している可能性があるだろう。 100% 自分の子供であるためには、女が他の男と接触することがないように1年間24時間一緒に行動しなければならないが、そうすることはできない。男には仕事という名の狩りがあるからな。その間に女に浮気されている可能性がある。つまり父親は 99.9% 自分の子供だと思うことしかできないんだ。一方母親は 100% 自分の子供だと思うことができる。この 0.1% の違いが母と父の愛情の違いなんだ。だから進化心理学的には男は女ほど自分の子供を愛することはできない。もちろんすごく自分の子供を愛している父親もいるし、全員が全員に当てはまる話ではないぞ。